まーちゃんと千の裏は札回しある。俺がグレさんに怒ったっていう、グレさんにキレたっていう。まあその後すぐ謝ったんだけどね。でグレさんも理解してくれてるから、あ全然いいよみたいな感じだったけど、グレさんに俺めちゃくちゃキレた。俺ね、普段怒んないんだけど、怒んないっていうか別に怒ってるわけじゃない、怒ったわけじゃないんだけど、グレさんの音、あのね、これも明日の動画見たらわかるんだけど、最後のまーちゃんと通電したやんか、通電してあの右側のゲートが開いたのね。まあ右左っていうのはちょっとまああるんだけど、その右側のゲートが開いて、あ左だったっけな、ちょっと忘れちゃった。まあどっちかのゲートが開いたんだよ。で左だったかな、まあみんな言ってて、それこっちのゲート開いとってつって言っとって、で了解了解みたいな、了解了解みたいな感じでグレさんに言ってたんよ、ずっと。で俺釣られてるからみんなのさおる場所わかるわけやん。でグレさん明らかに反対におるんや。でそのグレさん何しとるんつって、グレさんあっちのゲートやでっつった時に、あちょ、あちょ待って、あみたいな感じで、だからグレさんテンパってたんや。でおいバカかっつって、バカか、反対のゲートや、落ち着いてやれよってちょっと怒った。ランパン入ってきた。いやいいか、早く走れって、もういいから、近だから大丈夫。おい右やろ、逆来ちゃった。バカか、バカか、グレさん。もういいや、グレさんゆっくりよ、もうゆっくりゆっくりいいから、ゆっくりじゃ焦らんとっていいから、もうナイス。ごめんグレさん、暴言出ちゃったわ。ナイスナイス。いや3逃げでかいよ。そうあれグレさん間違えたんだよ、ゲートにすぐ謝ったけど、あグレさんごめん、ちょっと熱くなりすぎて、ちょっと必死すぎてちょっと荒くなってしまった。あのねグレさんの立ち回りがちょっと噛み合わない時はやっぱ多々ある。まあみんなそうよ、 俺とニーヤさんの噛み、あの立ち回りとか、真央さんと俺の立ち回りとか、まあみんなそれぞれ噛み合わない部分があるわけ。ほんでその中で俺って今日は指示役してたから、あの試合はその盤面を見ながら指示を出さなきゃいけない、味方にこここう行って、あそこああしてとか、ここ回復してとか、みんなに指示出すんだけど、その中でやっぱりこう意見が噛み合わないことが起きるんだよね。いやこれはこうした方がいいと思うみたいな、で俺がいやここは回復した方がいいと思って言ったら、いやここは回した方がいいと思うみたいな意見がさぶつかる時があって、その時にね、あのグレさんに関しては結構強めに言わないといけないっていう、場所によって変わるんだけど、絶対に従うタイプと、いや俺はこっちの方がいいと思うっていう意見を、これはねどっちもいいし、どっちもいいことなんだけど、ぶつかることがあるんです、そうやって。でその時にグレさんに関してはもうずっとね、もう何年もやってるから一緒にもう分かるんだけど、強く言わないといけないんだよ、もう意見を折らせないといけない、向こうの盤面見えてんのが俺だから。いやもうね、そのすごい言葉選ばずに言ったら、いやそこ回すよみたいな感じで言わんといけんのよ、ここ回してねとかだったら、こう意見がぶつかった時に折れないから、いやそこ回せって、早回せよみたいな言わんといけん時があるのよ、どうしてもね。だなんかグレさんにはこうやって言ってやろうとかじゃなくて、そう言わんといけん時があって、でなんかそれで意見が噛み合わないときはそうなったりするから、まあ、それが最後出たって感じだよね。もう強く言わないと動かないから、強く言わないといけんみたいな、まあ、言う俺も結構辛いんよね、あれ辛いんだけど、まあでも勝たなきゃいけないからどうしても言わんといけんくなるんだけど、でもそのグレさんの強い考えを、自分の考えを持ってるのは絶対チームに必要なんだよ。そのアイディアが生まれるからね、アイディアが生まれるからすごく大事なことだし、グレさんはねやっぱね、他の人、まあまあオフライン誰一人変わりはいないんだけど、それが全部集まって初めてこうチームとして、ね、成長できるから、めちゃくちゃいいんだよねそれは。だからその対処法を知らないといけないけどね、強く言わないといけない、それがたまたまグレさんは強く言わないといけないっていうことなんだけど、対処法がその パニクった時とか意見がぶつかった時は、ね、めっちゃいいチームやで、まあ、リアルとかでも遊ぶぐらいの仲やしな。で絶対その意見のぶつかり合いになった時に絶対喧嘩にならないんだよこのチームって。なんか違う視点で考えると、あそういう視点があるのか、
あ、じゃあここで発電機を回すっていう視点が君にはあるなら、あの僕はこっちを守るっていうキラーの視点も見えてるから、ここを一緒に合わせていこうみたいな、めちゃくちゃいいチームなんだよマジで。あのなんだろうな、こここうしろよああしろよ、いやこうだろああだろで議論が進んでグダグダして何時間とか時間過ごすんじゃなくて、最弱集団、でも最弱は最弱であれでよかった。最弱集団の時はめちゃくちゃ喧嘩してたけど、意見が合わなかったりしたら2時間ぐらい、まあ、平気で言い合いしてたからずっと。まあだけど最弱は最弱、あれが良さだったから、チームによって違うんだよ。